こんにちは、ピアニーズです。今回はピアノの進度を早めるにはどうしたらいいのかについてお話ししていこうと思います。同じ時期にピアノを始めても、人によって進度の差が出ます。これは能力の差だけではありません。目標があるかないかが大きく作用します。小さな目標を作って達成していくこと、これが重要です。それでは具体的に見ていきましょう。まずはじめに大切なのは、集中力が必要な練習を取り入れることです。例えば、ピアノの発表会では期限付きの目標があるので、練習は頑張っていると思います。しかし、普段の練習ではどうでしょう。多分生徒さんはピアノには触っていると思いますが、果たしてそれを練習と言えるのかどうか、実際には微妙なとこだったりします。計算問題に置き換えてみましょう。計算は早く正確に解かなければならないという刷り込みがあると思います。なので、子どもたちを見ていると鉛筆をカリカリ言わせて必死で頑張ります。私もそうでした。ピアノの練習もそういうところがないと進度が遅くなります。数小節弾くのにもものすごく時間がかかったり、楽譜通りに弾かなかったり、そういうことを繰り返していても時間が無駄に過ぎるだけです。30分練習しても苦痛しか残りません。小さな目標を具体的に挙げてみると、メトロノームの速度を4上げる、ミスタッチは3回まで、この4小節を5分間徹底的に練習などです。このように回数や時間を組み込んで達成目標を作ります。これは縛りのない3回弾きましょうや20分弾きましょうよりもはるかに効果があります。理由は集中力が必要な練習方法だからです。あと実際にやってみるとこれらはゲーム感覚でできることがわかると思います。クリアした時に喜びを感じます。幼いうちからこのような練習を取り入れていると、めきめき上達するのは、これまでのピアノ講師の経験から実証済みなので、この動画を見てくださっている親御さんは、ぜひ関心を持って、お子様のこのような練習に付き合ってみてください。そして、できた時は思いっきり褒めてあげてください。続いて、ピアノの進度を早めるのには、表現の豊かさを心がけることも大切です。集中力が必要な練習については、主に譜読みの話で、ここからは表現力の話です。まず、ある程度弾けるようにならないと、表現しようとする余裕がありません。ただ単に音をなぞっているだけでは、本当のピアノの楽しさを知らないまま、ピアノから遠ざかることになってしまうでしょう。表現できる力がついた曲ならば、3回弾きましょうや20分弾きましょうが威力を発揮します。ピアノ曲には様々な性格の曲があります。例えば、ピアニーズの動画で人気のゲール作曲の蝶々は、ひらひら優雅に飛ぶ蝶々の様子を表しています。男の子に人気の橋本浩一作曲のスクランブル交差点は、クラクションを鳴らして走る自動車が目に浮かぶようですね。ギロック作曲でちょっと大人っぽい金魚は、水槽の中をゆったり泳ぐ金魚を表現しています。
これらは蝶々、自動車、金魚のようにタイトルそのものの動きを表現した曲です。また湯山明作曲のいいことがありそうやショスタコーヴィチ作曲のアクロバットはウキウキしたりハラハラドキドキしたりする自分の感情を表現する作品です。ソナチネ・ソナタはオーケストラのいろいろな楽器を想像して表現します。ドゥシーク作曲のソナチネ第1楽章を弾きます。管弦打楽器の音色が聞こえてきませんか？タランテラなどの舞曲はそのステップや踊っている人の感情を表現します。例えばショパン作曲のイサクのワルツとブルグミュラー作曲のタランテラです。それぞれの気持ちになり、他の人に伝わるように表現を加えることが音楽の楽しさなのです。これらは発表会やコンクールだけではなく、普段のレッスンから積み上げていかなければなりません。ぜひ表現を意識して練習に取り組んでください。今弾いた曲はすべてピアニーズの発表会おすすめ演奏動画に収めておりますので、興味のある方はご覧くださいね。ピアノの進度を早めるのに大切なこと。3つ目は目標に期限を設けることです。例えば、今年中にこのピアノ教本を終えるといったようなことです。これも算数のドリルのように全80ページなので、1日2ページから3ページすると1ヶ月で終わるというふうに逆算していくのです。15曲あるピアノ教本を1年で終わらせるためにはどうすればよいでしょうか。1曲に1ヶ月かかっているとしたら1年で12曲しか進みません。つまり3週間で合格しないといけない曲もあるということです。のんびりとだらだらやるのではなく、余裕のある時は先の曲をこっそり弾いてみても良いのです。十分に力がついたと指示しているピアノの先生が判断されたときは、曲を飛ばすこともあります。その中にどうしても弾きたい曲があったり、全曲制覇したいときは、その旨を伝えれば良いと思います。ピアノの進度を早める方法についてお話ししました。おさらいすると、まず、集中力が必要な練習を取り入れる。集中力がないとできない練習を取り入れて、小さな目標を達成していきましょう。続いて、表現の豊かさを心がける。譜読みが終わる頃から豊かに表現するよう心がけて練習しましょう。作曲者の気持ちを想像し、それを他の人に伝わるように表現することが音楽の楽しさです。最後に、目標に期限を設ける。この教本を今年中に終わらせるなど、期限を設けることも大切です。
早く上達したい方はぜひ参考にしてみてください。それでは今回はここまでにさせていただきます。皆様の豊かなピアノライフを心から応援しております。またねー。